けすることにしよう。いや、全部取るの。この子が邪魔しても大きな幸せを。女の子はまるで竹が育つようにすくすくと成長し、3ヶ月もすると一人前の娘になりました。それで三室と人間のあったという神主に名をかけの神谷姫と名付けてもらいました。美しい神谷姫の噂は都中の評判となり、ぜひとも妻にしたいと集まってくる男たちが数多く、私はあなた様を生みの親だと思っていますから。この爺も年を取りました。どうぞあの5人のうちのどなたかと結婚して爺を安心させてください。いくら高貴で立派なお方でありましょうと、本当の愛の深さを見極めないで結婚するわけにはまいりません。よくぞおっしゃった。ではどのようなお方となら結婚しようとお思いになるのですか。では私のお願いするものを探してきていただき、その結果によってどなたにお使いするか決めさせていただきとう存じます。では早速5人の方にお伝えしましょう。姫のためならどんなことでもしますと、石造りの婿は仏の御石の鉢を、倉持の巫女は蓬莱の玉の枝を、阿部の御石はひねずみの皮人を、大友の大納言は竜の首の玉を、そして磯の神の中納言は燕の小屋使いをそれぞれ渡しに入れたかに。しかしこのようなものが簡単に手に入るわけはありません。五人の男嘘をついたり偽物を持っていたりして、人間の愚かさを姫に見破られ、ことごとく失敗してしまいました。やがてこのことが帝のお耳に入り、たぐいまれに美しいかぐや姫を一目ご覧になるために沖縄の家にお出かけになりました。そなたがかぐや姫じゃな。なんと清らかで美しい姫じゃ。そなたが愛おしい。ぜひとも私の館へ来てもらえまいか。私がこの国で生まれたのでございましたが、宮崎へ渡しましょう。私は子供にいるものではございません。とても連れておいでになることはおできになりますまい。どうしてそんなことがあろうか。どうしても連れてまいぞ。誰にもお渡しするわけにはまいりません。
この国で楽しく過ごさせていただき、今では月の都へ帰るのは悲しいばかりですが、いたしから追い飛ばしようとしているのです。では帝にお願いして、月の都の迎えの者を捕らえていただきます。帝の命令でたくさんの家来たちが武装して、かぐや姫の家を取り囲みました。Bye-bye.